皆さんこんにちは、とんちゃんです。今回は無料ギフトが10個貯まったわけではないんですけど、この密かに真ん中に隠れてるスポンジボブくんが出たので出していきたいと思います。この子は今まで集めてきた中の仲間たちです。今スポンジボブ今日コラボしてるんですよ。で家具も出てるんですけど、今回は無料ギフトをやっていきたいと思います。ではこの2人は最後に回しておいて、まずはこの子たちから、普通の子からね、いきましょう。カラカラ、あ待って、今気づいた。この子の顔がずっとニコちゃんになってたよ、ニコって。はい、開けますよ、ちゃんと。ガラ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 、じゃーん。え、何このクッション。え、なんか普通に可愛くない？なんかトンちゃんさ、家作るときにクッションを置くときにちょっと困ってたのでいいと思いますね。では次いきます。これね、いきます。ゴロ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 、ピューピューピューパン。おお、これは何ですか？満月かな、月だね。これは月のライトです。見て、こうやってさ持とうとしたときにさ、さっきさ、ほら見て、今出たでしょ、毛が。羽毛かな、ほら今毛出たじゃん。これ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 、友達ちゃんになってくー、毛出た、ほら出てきた。でこれピューって幽霊みたいに毛出てくる。はい、では次行きましょう。多分あのこのクッションはモフモフですね。はい、次このカラフル、もういろんな色があるやつを開けたいと思います。ぐる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 、ドカン。え、何このセットは。めちゃくちゃ服があるんですけど、1着2着3着、なぜかこの2つ長袖なんですが、まあよろしいとしよう。今から夏なのでですがね、これは気にしないでくださいね。あーちょっと出ちゃダメ、この方に来てもらいましょう。まず1個割れ目こんな感じですね。チャキンって、この子をこの服と同じで、この子のチェーンを持っています。では次2個目、2個出目はじゃらん、この子ぬいぐるみの子と合わせてみました。可愛いね、この服もパーカーですけども、次は最後ですね。これは夏でも着れるから可愛いね、いいですね。これはカラフルで可愛いですね、ネイビーいいと思いますね。はい、でありがとうございました。はい、次いきます。次はこの、さっきよりレインボーになった子たちですね。もう真っ赤な真っ赤なレインボーです。紫、水色、黄緑、黄色、オレンジ、赤、せーの、ポン。おー、今色を言った順の風船が3つ出てきました。ハートの風船ですね。これさ、こういうやつさ、あれじゃない、あのなんかカラフルな家あるじゃん、結構最初らへんに買ったやつ、最初らへんじゃないか、あれカラフルな家に似合いそうですね、この子。はい、次いきます。ドゥルル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 、申し訳ございません、見違いでしたね。はい、では次行きましょう。この念願のスポンジボブ、多分みんなこれが見たいと思う一番。はい、では見てみますよ。まあ父ちゃんも見てないからね、てか見れないからね、開けないと。見て、ここにひびが入ってる、
スポンジボブさ、ちょんちゃん結構見たことあるんだけど、結構おもろいよね。なんかスポンジボブって怖い話にしがれがちなのかな。怖い動画見たことある。じゃあ開けてみます。このスポンジボブの笑顔が載ってるプレゼントですね。で、あ、1個ずつだね。そんな両方一気に開けると贅沢すぎる。ポチッ。うわー、え、この子あれだよね、なんかこのスポンジボブの友達の子で、この子の家が全部砂なの。本当に砂でできた家、全部砂、家具も全部、お風呂も、てかお風呂砂だったらさ、水入れるからさ、水に当たるじゃんお風呂って。だからさ、溶けるっていうかさ、あの沈むんじゃないの、てか崩れてくんない。でさ、こうやってしぼんでる時のこの子のさ、顔がさ、めっちゃさ、ちっちゃくなってるし、顔のさ、形三角なんで、おにぎりみたいな形。こうやって、ぬいぐるみ？え、なにこれ？ほら、切れるよね。体もついてる。え？え？おもろい、これ、手も動くじゃん、ちゃんと。その子になった気分。すご、でも中身は？トンちゃんでーす。全然違うじゃん。じゃあこちら開けてみたいと思います。この姿で、トゥルルルルルル、あ、ちょっとこの着ぐるみが抜けたね。トゥルル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 ルデン。そう、来たらスポンジボブが出てきましたよ。やばくない？これはすごい。じゃあ、そう、スポンジボブとさ、この子でさ、コーデできるじゃん。コーデっていうか、こっちがこうだね。はい、すごくない？コラボ、イエーイ。はい、ということで今回はこんな感じの無料ギフトでした。そのスポンジボブとこの子の名前わかんないんだけど、この子が出たのがすごかったですね。はい、ということで今回はこんな感じで終わります。あ、ちょっと二人ともカツラ脱げてる。よいしょ。普通にこんな人が来たら怖いですよね。だってあれだよ、だって人間じゃない人がさ、普通お店に来ることがないじゃん。そもそも。動物以外でね。こんなん来たら怖いよ、普通に。ってことで、こんな感じの肉ぬいぐるみでした。ね、ほんとにどんじゃん、これ気に入った。結構、おもろいから。おもろいし可愛い。ってな感じですね。他の商品で一番気に入ったのはこれかな。トンちゃんこれ家に置きたいって思ったもん。やば、振ったらめっちゃ綺麗出てくんじゃん。こうやって天国みたいにすればいいじゃん。ふーんってな感じですね。ということで今回は見てくれてありがとうございました。ではバイバイ。また。見てねー。バイバイ、また見てねー。見て、この子たちかわいいでしょ。